はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回作図問題2問ですねやりますので、で、全く同じじゃなくて構わないんで、この似た形をね書いてもらって1回ね自分みんなのノートにやってみてください。で、やってもらった後に、やり方がね、思いつかなかったり、ちょっと不安なところがあれば、今からね、自分が書き方の方、説明していきますんで、ぜひね、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやり方やって、書き方をね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回、作図問題にもやるんですけど、普通の作図問題の中ではちょっと難しいです。まあ、テスト対策用なので、若干難しくしてあります。で、作図に関しては苦手な子がすごく多いとこなので、この動画の、まあ、最後、いつもね、再生リストとかリンク貼ってますけど、そこに再生リストの中、本編の方の再生リストの、69番の動画。これが、作図の基礎のもの。基本的に3つね、基礎的なものがあるんですよ。垂線と垂直二等分線と角の二等分線。この3つの書き方がもう全くわからないって方は、絶対こっちを見てから確認してください。この3つの書き方は絶対分かってますよねっていう状態で説明をしていくので、そこだけよろしくお願いします。で、あとごちゃごちゃ説明足していくので、早く済ませたい方は 1.5 倍とかでね、速度を変えてぜひ見てみてください。じゃあ前置きね長くなったけど行きましょう。まず1個目がですね、角 AOB がまあありますと、角があるよね。で、辺 OB に点 C でここで接してほしいので、 OA にもこっちにも接してほしい。まあどこで接するとは書いてないけど、その円を定規とコンパスを使って作図しなさいっていう問題です。で、これはですね、まあ、いろんなパターンをこなしていくと、こういう状態だったら垂線使おう、こういう状態だったら角の二等分線使おうっていうのを覚えてこれると思うんですけど、で、それは覚えてほしいってところもあって、まず、OB ありますよね。で、この C で接してほしいっていうのは、こうあったら、こういう感じね。フリーハンドルごめんな。円があった時にその C でここで接するんだよって。で、これが書いてあったら、ここの垂線を書きます。垂線。いい？なんで書かなきゃいけないかは後で説明するから。で、垂線の書き方はまずここにコンパスを刺します。コンパス。で、ごめんね、自分、これ用のコンパス、ホワイトボードのね、コンパス定規を持ってないので、フリーハンドで書いてしまうんですけど、そこは許してください。ごめん、申し訳ないんだけど。で、刺したら、このね、コンパスの幅を変えずに、シュッと。まあ、半周する必要ないんだけど、自分はこう半周して、2箇所、コンパスを刺すところを決めます。こうやって。で、ちょっと幅を変えてですね、大きく、まあ、うちも大きくしますけど、コンパスの幅を大きくして、こっから刺して、シュッ。こっから刺して、シュッと書きます。ここの今決めた幅は変えないんだよ。シュッ。そしてこっちからもシュッって。で、そうすると、こっからこの部分に定規を使って引けば、垂線書くことができますので、これで1個目、まず垂線を書いてください。で、なんでかっていうと、これね、垂線書く理由ね。これ円書くじゃないですか。で、円と、まあこういうの接するとか、接線とか、接点っていう言葉がありますけど、こっから、円のね、中心から接点に向かう線で絶対に垂直に交わるんですよ。接線と。これ絶対ルールね。ってことは、垂直に交わるってことは、垂線を書けばいいんだよね。垂直って垂線のことだから。あ、垂線書くと垂直になるからね。そう。だから、このね、点と線があって、その点で接するよって言われたら、垂線を書いてください。垂線が必要になるからね。で、前のね、本編の時はコンパスと定規で色を変えてたんですけど、ちょっとここは変えずにいきます。で、まず1個目、垂線を書きましたと、赤のやつがね。これ書いておきましょう、垂線。で、色を変えてしまいます。で、もう1個。OA にも接するんだよね。こっちにも接しますと。これどういう状態かっていうと、こうなった時に、まあ OB にも接するから、こういう感じで、こっちにも接するし、こっちにも接するよって円を書きなさいって言ってます。で、これを言われたら、このね、角があって、線、両方とも接するの書きなさいって言われたら、角の二等分線書いてください。角の二等分線。で、この理由も後で言います。まず書き方から。コンパス、ここに刺します、針を。そして、まずシュッとこう書きます。まあ、適当に開いてもらってね。で、針を刺す場所を2箇所決めましたと。
で、またまあこうやって針あの大きさを決めて、こっから下に刺してシュ、上に刺してシュッと書いてください。そうするとまあこんな感じかなになるので、そこを引けばまあこんな感じで角の二等分線を書くことができます。書いておきましょう。角の二等分線と。で、角の二等分線を書く理由を説明します。両方の線に接する円を書いたとき、どういう特徴合ってるがあるかっていうと、円の中心がありますよね。そっから両方に垂線引きます、こうやって。引いたとき、当然、これ両方とも半径なんで長さ同じなんですよ。で、これをどこに円を作ろうとも、例えばこういう風にね、大きく書いても2箇所接するじゃないですか。で、その時の中心も、こことここは円の半径なんで同じなんですね。つまり、2つの中心っていうのは、2つの線までの距離がずっと同じなの、半径だから。同じ、同じ、同じっていう感じで書いちゃった。で、それどういう線かっていうと、角の二等分線っていうのは、ピーって書いた時、そこは全部、まあ、二等分してるからね。その線までの距離は全部同じになると。だから、角の二等分線を書くことによって、その上に円の中心があるよっていう状態になります。必ずね。だから、青の線を書きましたと。で、その垂線と角の二等分線が交わった、ここが中心になります。中心。で、そこに針を刺して円書かなきゃいけない、今ね。例えば、中心見つけなさいだったら、ここにアルファベット書いて終わりなんですけど、円を書きなさいと言われているので、刺します。ここが半径になるから、C までが。ここまでをコンパスで測って取ります。で、あとは書く。で、ちょっとね、フリーハンドなんで、曲がるけどごめんね。あ、ちょっと曲がったね。ちょっと距離が違ったけど。こんな感じ。これで終了となります。いいかな。多分どんなんだっけ。作図の問題がね、苦手な方は、もう何言ってんだよってなると思うんですけど、まずは垂線、角の二等分線、あと今回ないけど垂直二等分線の3つの書き方覚えてもらって、で、本編の69ではそれぞれの特徴も書いてあります。それを書くことによってどういう状態になるのかみたいな、で、そこも覚えてもらった上で、で、この問題よく出てくるんで、このタイプね。だからこの線の上に接点が来るんだったら、そっから垂線引けばいいんだって。2本の直線で両方接する、 OK、 角の二等分線書けばいいんだ、二本線を書けば中心見つかるから絶対交点ね。で、OK みたいな風にぜひね、やってみてください。ごめんな、早く説明してほしいと、ほんと申し訳ないんだけど、ちょっと許して今回な。で、次です。で、次、図2で直線 L に点 A で接して、B を通る円の中心を今回書きなさいです。で、まず1個目は L があって、ここで接する A でね。これ同じだよね、こっちと。つまり、1個目書くのは、さっきと同じく垂線をまずね、書いていきます。入ってるよね。あ、OKOK、OK、だからここに針を刺すと。で、適当に開いてシャッと、まあね、2箇所刺すとこ決めると、こうやってね。で、刺してもらって、ね、幅ちょっと変えてもらってシャッシャッとやってる。こっから刺してシャッ、こっから刺してシャッってやって引きます。よいしょ、ちょっと曲がったけどごめんね。よいしょ。こんな感じ。これが垂線です。で、次ですね。今度はもう一本の線はありません。OA みたいな。ただ単に B を通ってくれと。つまり A も通るし B も通る。まあ、こんな円だよね、きっとね。を書きたいんですけど、これどうするかっていうと、まず、まあ、これ AB ね、引かなくても全然構わないんですけど、自分ちょっと引いた方がわかりやすいんで引きますね。AB をちょっと引きます。定規で繋いでください。で、この AB の垂直二等分線書きます。2番。AB の垂直二等分線入ってる。OK。で、垂直二等分線の書き方は、まず適当にまたコンパス開いてもらって、こことここに刺しますよね。で、シュッ、シュッとやります。まあもちろん上と下だけ書いてもいいんですけど、で、これがね、これが問題なんだ、俺のフリーハンドだと。ちょっと待ってね。
まあ、こんな感じと、こんな感じかな。ごめんね、フリーハンドル申し訳ない。開いてもらって、刺して、シュッ。その大きさ変えずに刺して、シュッと回してください。で、そうすると2箇所できるので、それを引きます。よいしょ。これが垂直二等分線。いいね。で、先に答えまで言っちゃいます。なんで垂直二等分線が必要か、ちょっと最後に言うね。で、今、一本垂線引きました。垂直二等分線引きました。その、交点。ここね。ここが中心です。さっきも同じね。交点が中心です。で、今回は中心 P を書けと言ってるので、中心に P と書いて、これで終了。円を書けだったら、またね、半径ここになるから、こうやって引いて、ぐるっと回せば OK。という感じになります。いいかな？まあ、答えとしてはこの2つ。で、なんでね、垂直二等分線が必要かっていうのを最後話しましょう。なんか本編の時かな。例えばさ、円があるじゃないですか。これの中心を求めなさいっていうか、中心を作図しなさいっていう問題も結構テスト出てくるんですけど、中心の書き方って、ピーって、弦を引くじゃないですか。どこでもいいんですよ、弦。一本引いて、こいつの垂直二等分線書きます。ちょっと今、シャッシャ抜くね。垂直二等分線書くと、まあ、こんなんなると。ほんとはコンパスの後残してね、絶対ね。で、もう一本、弦、どこでもいいんで引きます。こうやって。で、これの垂直二等分線書くじゃないですか。ピーって。ここ中心なんですよ。これ中心の求め方ね。で、なんでかっていうと、垂直二等分線っていうのは当然、その線を垂直で二等分、線を半分にする線。それが垂直二等分線です。まあ、名前からもわかるようにね。で、どういう特徴があるかっていうと、ピーって書くじゃないですか。で、こう垂直二等分線書きましたと。当然、二等分なんで、ここ半分ですよね。で、ここまでの距離も、P と P は同じ距離になります。全部同じ長さになるの、ここ。全部。どこでやっても。ここに来ても、この長さとこの長さは同じだしね。で、そうなると、こう引いた時に、ここまでの距離とここまでの距離が同じなんですよ、垂直二等分線。両方ともこれ、半径なんで、ここ。ね、同じになってれば半径になると。そう。だから、それを2本引くことによって、中心の場所が見つかるっていう。それが、もし右だけ長いとか、左だけ長いになってしまったら、半径として成り立たないから、だから、2つの点、まあ、今回 A と B でしたけど、そこを通るって言われたら、そいつの垂直二等分線を書けば、中心求めることができますので、こういう風にやってみてください。で、あと基本的なことになりますけど、例えば定規とコンパスを使ってて書いてあると。で、書いてあったり書いてなかったりするんですが、基本的にこの2つだけで絶対やります。定規とコンパス。平行な線が必要な時に、あと、じゃね、三角定規で90度測るとかダメね。オッケー、垂線必要なんでしょって。三角定規の角置いてみましたみたいな。は絶対ダメです。ちゃんとコンパスの跡を残して答えを提出してください。消しちゃダメだよ、コンパスの跡ね。いいかな。まあ、ひとまずで今回にもこんな感じでやらせていただきました。では、今回はね、この授業、ごめん、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。定期テストの作図問題って、まあ、今回みたいな難しいのも出たりするんですけど、結構基本的なところを先生出してくれます。なので、ぜひね、そっちだけでも取って得点アップね、狙えるようにぜひ頑張ってください。